子供サイレン「秘密の夏祭り」「ザイレン」は祭礼から来た言葉だと言われています。一番年上の子供は親分と呼ばれて祝っています。「秘密の夏祭り」「子供サザイレン」夏休みに入って3日目。 チャンバルが終わってから秘密のわら小屋で相談をした今年の子供財在連は8月1日に決めよう宿は俺のうちだ明日は早速寄付集めたお志をお願いします親分を先頭に村中の家を一軒残らず回って歩くそれから一週間がたって いよいよ子供在年の日。みんな朝から親分の家に集まった。さあ、食ってくれ。茹で立てたてだぞ。ばあちゃんとさっき畑で取ってきたばかりだ。<laughs> 暗くなるまで、いろいろお祭りの準備がある。おい、庭で白の葉っぱを取ってこい。<laughs> 後の三人は裏の竹やぶや竹を取りに行く。 おこの竹がいいぞしかしすごい藪かだなあんまりとんがりすぎてはだめなんだそのうち表までいい匂いがしてきたおい昼飯だどうだうちのカレーは辛くてうまいだろう何杯でも食べてくれ俺たちは昼から町へ買い物に行くお前たちはおとなしく昼りをして待っているな <laughs> 君たちどこまで行くの はい、終点まで親分はじめ年上の3人はバスに乗って町へ出かけたバスはようやく大きな駅に着いたいいかもし迷子になったらこの駅の大時計の下でじっと待っているのだ親分はそう言って駅の裏の方へどんどん歩いていった <laughs> ここ「ここだここだ毎年来る花火問屋だよく覚えておけよ」 おばさ1ダースまとめて買うから負けておくれもう一つのお店で提灯を買ってから親分に連れられてデパートの屋上へ上がった「いいか留守番の連中にはソフトクリームのことは内緒だぞこれは子供財連の昔からの秘密なんだ」「その頃留守番組は留守番組で昼寝から目,覚め目が覚めて大きなスイカを切ってもらっていた」 親分たちがいないとのんびりするな帰ってきたらちょうちんに絵を描くんだったなちょっと筆なんか出しておくかじっとして親分たちが汗だくで帰ってきた親分たちはみんなの前でまず花火の包みを開けた「この打ち上げは花火は危ないから俺がもらっておくそれからお前は昼寝もせずに漫画を読んでいただろうちゃんと知っているぞだからドラゴンは取り上げじゃ」というふうに親分ばっかり花火が増える 親分せこいそれからもう一つの茶色の風呂敷をほどいてさあこの城ちょに絵を描くぞ俺は魚を描くこの前釣ったお化け鯉ださあお前たちもどんどん描け一人がちょ三つずつ絵を描いたどうにか絵も描き終わりちょや太鼓をプ縁へ運ぶ 長い竹をこいのぼりの時みたいに立って、ーシャをつけてロープを結びつける。親分の父ちゃんを手伝いに来た。おい、ちょうちんに日がともったら、太鼓のたたき方を教えに行くぞ。川の向こうでいつも魚釣りをしているおじさんが言った。準備ができたところで、一度みんなうちに帰った。風呂に入って、浴衣に着替えて、花火をしっかり抱えて、川プチへ集まる。ちょうちんを一つずつロープに結びつけ、暗くなるころ。 やっと全部の提灯に火がと思ったやった山形ができたセメント橋の欄干の上から急に火花が飛び散ったどうだナイアガラの滝だぜさあお祭りの始まり始まりドラゴン五つに次々火をつけたのだ親分えらいおい川に落ちるなよすっぽんに食いつかれるぞ 魚屋のおばさんはラムネの差し入れ大人たちは昔話わしらの子供の頃は隣村のちょちんを揺すぶりに行ったもんだ振り向くと隣の村も堤防の甲も今日が子供財連でちょちんがともり花火が上がっていた来年はお前が泳ぶんだしっかりやれよ子供財連について子供財連は僕が生まれた おばな、お花水すいの子供たちの夏休みで一番楽しみな行事でした。お金集めも買い物も、こまごまとした準備も、全部子供たちだけの手でするのです。その年の親分が、前の親分から聞いてやり方を全部知っています。寄付集めの時、お志をという言い方なども決まっているのです。小学生が口にするのは何か大げさで変ですが、よほど昔からこういうふうに、 言われれてきたのかもしれません大人に手伝ってもらうのは昼ご飯のカレーライスや五目ご飯です。これがまた楽しみで、よその家ではこういうカレーなのかなどと感心して後でお母さんに話したりします。夕方になると、昔親分をしたことのある当番のおじさんが出てきて、柱にある竹を立てるのを手伝ってくれます。その時決まって自慢気に思い出話を聞かせます。昔はな、もっともっと盛大にやってたもんだ。客を持ち回宿を持ち回って、 夏休み中財連をやっていたこともあるぞ相撲大会もしたしなというように。 子供たちは俺たちも夏休み中やっていた、やってたいなと思ったりします。絵本の中に太鼓のバチを削る場面がありますが、みんなで太鼓上手のおじさんの家へ教えてもらいに行ったことがありました。おじさんはかけた茶碗を石にぶつけてカチンと割って、親何をするのかと思ったら、その破片をナイフにしてあっという間にかたいい形のバチを削り上げて見せてくれました。あの見事な手つきを今でも思い出します。 この絵本を書くにあたって、僕は今でもこの行事の残っている村へ行って取材をしてみました。昔は男の子だけの行事ですかでしたが、今では女の子も入っていました。山の形に提灯を灯したり、みんなで花火を上げるのは一緒でしたが、僕らの子供の頃より、もう一つ熱気が足りないような気がしました。僕もかつてのあのおじさんのように、おじさんの頃はね、もっともっと盛大だったんだ。花火だって自分たちで買い出しに行ってね。などと、今の子供たちに自慢してみ,てみたい気持ちになりました。 この絵本は1989年に同心者から出版され、しばらく品切れとなっていたのですが、本の探偵、赤木寛子さんによ見つけてもらって、ポプラ社より新たに復刊されることとなり、とても喜んでいます。最初に担当してくださった池田洋一さん、ブックデザインを引き受け,引き受けてくださった、上石のん、読めないな、ポプラ社の中西 ふきこさん、その他子ども在連を応援してくださった大勢の方にお礼を申し上げます。ありがとうございました。2001年12月21日、伊藤忠夫かな。伊藤秀夫だ。